はい皆さんこんばんは<ー>水曜日夕方7時を回りましたヒッティングチャンスの時間です11月22日水曜日数えて336試合目ヒッティングチャンス今夜のお客様どちらのチームですかうさしですはい沖縄市の中野町小学校の少年野球チーム武蔵から11人お越しいただきましたありがとうございます揃いの コンの T シャツに、えー、縦で武蔵と背中はかっこいい少年侍野球侍いいね侍ジャパンはあなた方を真似したのか多分違う一生ぐらいはいえっ、ー、と一人だけ園エンジの T シャツを監督かあ失礼しました監督は <laughs> 一人だけエンジの T シャツを監督少年監督あ違う選手は選択が間に合わんかったん 違うと思いますよ、君の話だね君が分からんと誰が分かるか。OK、はい、じゃあ11人、お話聞かせてください。えー、大丈夫か、キャプテン。はい、大丈夫、はい、緊張してる、はい、少し落ち着いた、はい、大丈夫はい。はあはあはあ、はい、えー。ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップ高、有限会社や不足工業 エナジックグループ、京都屋クリーニング、安心と信頼のコザ自動車、心のお仕事、チムワザグループ、ベースボールプロショップ、大野山スポーツ、沖縄タイムス、沖縄市、茶谷町、販売展開、以上各社の提供でお送りいたします。 はい、改めまして、こんばんは。こんばんははい、え11月22日、水曜日。え、思い出した。今日何の日今日は、あ、感謝。勤労感謝明日だな。今日は何の日は。監督の誕生日ああ、今日はね、語呂合わせでいい夫婦の日です。ああ、そうですね。はい、じゃあ、今夜のお客様は、 中野町小学校の野球チーム武蔵の皆さんですではキャプテンからお一人ずつ自己紹介をお願いしますどうぞ武蔵キャプテン上城真理ですポジションはピッチャーです、はい、ファーストの宮城栄二郎です、はい、キャッチャーの矢場龍之介です、はい、センターの比嘉春翔です サードの島袋優子です。はい、ショートの高橋ショートです。はい、レフトの上条会里です。はい、ライトの井戸謙信です。はい、ライトの日が優生です。はい、レフトの遠山優です。はいどうもありがとうございます。えー、キャプテン以上11年にお越しいただきましたチームは全部で何人ですか。17人。17。17年はいじゃあ。 えっと今日来ていると六年生。一、はい、人だけ。はい、そうか。一人ぼっちから六年生。あと、はい、の六年生何してる。見やす見やす。一人は見やすらいって。う一、ん、人はやめました。あ、そっか。残念だな。は五、い、年生何人ですか。はい。五名です。五年。はい。四年生は。はい、ごめん。あ。よじゃあ五年と四年が。一緒になったら六年生いじめられてる。いえ。 いじめますキャプテン6年生一人なのに強いのかやっぱりキャプテン上条真理が「はい前ならい」って言ったらみんなすぐ並ぶ、はい、お素晴らしいね、はいえー、っとちょっと練習しましたけど早口になってますので、えー、自己紹介がねもう少し落ち着いてお話ししてください、はい、よろしいですかはい、はいえー みんな、中町小学校、はい、はい。17人。やっぱちょっと寂しいな、はい、武蔵もな。はい。もう少しいてもよさそうだけど。それでも何中学年も低学年も出た。はい。おすごいな。中学年ったら4年生以下かはい。あ、俺も中学年って言ったごめんな。低学年が4年以下か。はい、はい。えー、5年のキャプテン。 5年のキャプテンは矢賀龍之介君、はいはい。4年のキャプテン。はい、4年のキャプテンは比嘉陽翔君。上条慎く君が全体のキャプテン。はいわ、はい、かりました。慎、えー、く君。はい、野球始めたのは何年生の時からですか ?3 年生です。三年。隣の栄二郎君は ?1 年生からです 1>, 1年からやった、はいお。すごいね。龍之介君は ?3 年生からです。3年から。陽く君は 3年生からです三年から優真くんは4年生からです4年から優悟くんは3年生からですそうですかわかりましたートくん何も聞いてないまだートくん何も聞いてないってばまだ呼んだだけ名前をートくんはいだからまだ何も聞いてないってばお前焦るな高安ートくんはい野球やるために生まれてきた 野球やるために生まれてきたはい監督が君の名前見てから「よしお前ショート守れ」って言ったいえ違う実力でショートのレギュラー取った分かりません分かりませんそうか俺が監督だったら「お前名前の通りショート守れ」って言うけどなすごいショート楽しいかはいよし分かりましたで何野球いつから始めた年生くんはい はい、野球いつから始めた。一年生から。です一年生多いな。健新くん。はい、はい。健康診断終わったかって聞かれるか、いつも。終 <laughs> われるか。はい、いや、終われるかじゃない、聞かれるか。い<や>あ、聞かれない。そうか、健新くんは何年から始めましたか。三年生からです。三年から、ゆうせい君。君は何年から始めましたか。三年生から始めました。三年、あ、三年と一年が多いな。遠山ゆう君。はい。何年生から始めましたか。 四年生からです。四年生からったら今四年か？はい、君。あじゃあ始めたばっかり？はい、待て待て待てまだマイク持っとけ。富山裕くん。はい、始めたきっかけは何ですか？みんなが楽しそうにやって見たからです。楽しそうにやってた。で俺もやってみようと思った。はい。はいわかりました。えー、お隣の優生くん。はい。あなたが始めたきっかけは？幼稚園生からやりたいと思っていたからです。あもう幼稚園の時からやりたいと思ってた。はい。 何を見てから何があったからテレビのプロ野球とか見たり、うん、すごいな健信くんはい下でガチャガチャ音鳴らしてるの誰か君かいえ<や>。隣の海里か海里くん海里くんはい大丈夫か健信くんはい、はい、あなたはえっと今は六年生の先輩が、うんうん 怪我をしてあの代わりに出てくれないかって出て出てでそのままお父さんに入れって言われてああそうかお父さんに入れって言われたはいでそのまま入りましたお父さんに入れって言われなかったら入ってなかったかもしれないはいわかりました海里くんはいはい海里くん四年生はいはい上条海里く君はいアンちゃんは誰か 真理ですー。上条真理君。はい、はい。兄弟か。あ、そか。あなたは何に六年生。体重何キロ。五十一キロ。五十一キロ。ええー、かいり君。体重何キロ。四十一キロです。いいね。毎日学校の給食たくさん食べてる。お家でもたくさん食べてる。オッケー、わかりました。えっ、ー、と、隣のしょうと君。はい。 ショートくんはいショートはいショートのポジションは誰にも渡さんぞと思ってるかはい本当かはいへらへら笑ってたら危ないぞはいいいかはいショートくんはい大好きなプロ野球選手は誰ですか今宮今宮健太選手ですチームどこか ソフトバンク。ああ、ポジションはショート。ああ、やっぱりね、わかりました。はい、ユウくん。はい。島袋ユウゴくはい。どっかで見た顔だけど。はい。監督の息子か。あ、そうですか。いやあ、監督お家では威張ってる。はい威張ってる。威張ってるああそうか。君お家では監督のことなんて呼んでる。お父さん。お父さん。グラウンドでは。間違えんか。はい。大丈夫？はい。あそうかすごいやってたな。 優く君の大好きなプロ野球選手は秋山翔吾選手です秋山吾選手チームはライオンズそうですか分かりました優馬君はいはい起きてたかはい起きてたかはい本当かはい大好きなプロ野球選手は誰ですか菊池です菊池ですわ後輩か君の同級生かいや俺が野球教えた菊池ね 違う。はい、どこかチームは。カープです。カープはポジションは。セカンドです。セカンド、菊池選手はした名前何か。ス本当か。はい、本当か。はい、えー。はい、じゃあ、隣のハルト君。はい、ハルト君の大好きなプロ野球選手は。いや。何。いません。いません。ああ、俺がプロ野球選手になるから。別に構わない。 そうか。はい。ああ、わかりました。じゃあ、あ龍之介君は。はい、はい。好きなプロ野球選手は。開拓屋です。開拓屋。ホークスのキャッチャー。はいあ龍之介君体重何キロ。四十二キロです。四十二キロ。いいですね。英二郎君。はい、体重何キロ。四十八キロぐらいです、ね。で四十八キロぐらい。そうですか。みんな大型選手だな。 英二郎くんの大好きなプロ野球選手は大谷翔平選手です大谷翔平選手はアメリカ行くかな行きそうだなアメリカでも二投入すると思うすると思いますすると思いますオッケーわかりましたはいシンリコンあなたの大好きなプロ野球選手は菊池雄星ですあ菊池雄星君もやっぱ彼と同級生かいえ 菊池雄星選手はポジションはピッチャーチームはセブラヤンズあそうですかわかりましたあなたはえー、っとだユーマは菊池誰だった 2>, 選手2人兄弟かいえたまたま菊池はいわ、はい、かりましたえー、っとケンシン君、はい、起きてたか今はいあ、はい、大好きなプロ野球選手誰か森,あ森友よ 森友や森友哉選手どっかチームは中日中日セんとセブお前大好きなプロ野球選手って当んかおや困ったなあのちょっとあの膝曲げて打つ人だろポジションはキャッチャーキャッチャーキャッチャーお前今日好きになったんじゃないか危ないなはいショートくんはいショートくんはい ショート守っている人プロ野球でショート守ってる人12球団のショートの名前を5人以上挙げろどうぞ今宮坂本源田田田中田中はいあと1人足立はい分かりました大変よくできました素晴らしいはいかえりくん はい、大好きなプロ野球選手は。東山直選手ですお。東山直選手。少年野球の時のチームは。わかります。あ、いや、覚えとけよ、よなしロストロングな。中学、うん、高校は。沖縄商学です。沖縄商学はオッケー。はい、優生せい君。はい、はい、大好きなプロ野球選手は。小林誠二です。です小林誠二選手、どっかチームは。巨人です。 ポジションは。キャッチャーです。はい。ゆうくん。はい。ゆうくん。はい。大好きな女の子の名前は。仕方がない、大好きなプロ野球選手の名前は。大谷翔平。ああ。チームはどこか。今いるチームはどこか。あ、いや。 大丈夫か。日本ハム。日本ハム本当か。わかります。はいはい。いやい<お>今日今好きになったんじゃないか。大丈夫か。えー、危ないな。<laughs> おい自分が好きなプロ野球選手の球団とかポジションとか背番号まではスラスラ言えるようになってくれやいいか当然ですよ。はい。じゃあキャプテン真理くん。はい、はい。えっ、ー、と何年からキャプテンやってる。 ちょこちょこ。不思議なキャプテンだな。えっと。5年生までは。あと一人、6年生がいたから。一緒にやってた。はい。あ、そうですで、六年になってから、ずっと一人で頑張ってる。中学校はどこに行くの。小座中。です小座中に行く人。はい。小い。座中。三人、四人。山内中。山内中。はい。多分山内中。はい。他の、よかつみどりが丘中。あ。いいとこ。あ。

で次,次男は淳さんで三男があなたのお父さん、はい、あ,あそっかわかりましたあれあのそのいとこの入れた何だった謙信ええっ正しい正しは今中学3年かもう高校生になった、はい、あ、ま、だ今中学3年、はい、どこに行くって高校はよかあよか,つ高校ですよかつ高校にそのまま行くってはいわ、はい、かりましたはい あなた兄弟は何人か 2>, あ ?2 人です。2人や。上にいるの下にいるの上です。上、何年生あしたあしたです。お弟だろ弟が1人いますお前、自分の家族の。<laughs> ああ、心配だな、謙信君。<laughs> もう、これはもう、おじさん2人とお父さんに言わんといかん。<laughs> 大丈夫かで、何弟はいくつか何歳かあ四4歳です。4歳、うん。野球やってる あ野球が好き今から教えてろ、はい、そうかもうホームラン打ったりするかいつもバット振りましたおおいいね楽しみだねはいわかりましたよし謙信君、はい、油断するなよはい終わったと思ってたら <laughs> あー油断すると危ないぜ <laughs> あー油断するんじゃないぞショートはい人のマイクばっかり取ろうとしてからね <laughs> いえ いじゃなぞお前そっち一人マイク取ろう取り返そう取り返そうとして手伸ばしてたらショートくんはいショートくんはい明日から学校でショートストップって呼んでもらえな明日お久しですよああそうか勤労感謝の日だったなはいそうでした高安ショートストップくんはいああいんしっかりよ自分で自己紹介するときにショートストップって言うんだよ高安ショートストップ いいかはいじゃあ練習してみようどうぞ高安ショートス,ストップはい小学生今英語も習おうかはい、はい、えっと自己紹介「マイネームイズなんとか」ってやるやるかよし OK 高安ショートワッチはねマイネームイズ <laughs> ショートタカエス違うだろ今練習しただろはいワンモアトライワッチ a m e m マイネー e i ズショートストップタカエスオッケー恥ずかしがるなはい照れるなよはいかえっとユウゴくんはい監督元気かはいあんちゃんは

4月に高校入学おめでとうとか行った覚えないああありますあるわだけど中学2年とか3年とか間違えるわ危ない顔何高校か分かるか一番上は茶丹高校で二番は二番は未来高校間違えないはい本当かはいああで君はさはい学校どこ 学校は中野町小。間違いない。はい。ああ<ー>。<laughs> 心配だな。で、茶田高校の兄ちゃんはどうするって高校出たら。うん。分離大学にピッチャーでスカウトされてる。おお。日本分離大学？はい。大分か？はい,はいはい。あ本当か？はい。いや先に聞いてしまった俺が間違えた。<laughs> 聞けばよかったな。そうかピッチャーで。はい。行くわ。 決定。で、君も一緒に来いと言われなかったか。言われます。言われてない。はい。ボール吹く人が足りないから、来てくれんか。言われてない。そっか。じゃ、あ君も一生懸命練習して、どっかから呼ばれるように頑張れよ。どこに行きたい。日本分おお。大丈夫か。何県にある。本当か。はい。 転校した引っ越ししたかもしれんよ引っ越しするかもしれんよそれまで大丈夫です大丈夫ですかはいはいケー分かりましたはい日本分離大学で野球やるわいいねはい分かりました入学式に一緒についてったらいいえほんでいいさいいはい勉強してこい大学の勉強あんちゃん名前なんだったあんちゃんおりちゃんおりちゃん 島袋ケイスケ一番上がケイスケ、うん、二番目がハルト、ハトで君が島袋裕子、ユーゴ大丈夫か？はい、間違いない？よし、オッケーえ面白い人いるんだよ緊張してから、<laughs> うん、俺の名前なんだったかな？<laughs> よし上条真理くん、君はい、はい、武蔵 監督がいくら言っても聞かないやつ、誰か一番言っても聞かないやつ。謙信。謙信。漢字。漢字って今日は来てない。はい。二年生です。二年生。本当か。二年生か。あ、そっか。じゃ、こっちの記録が間違ってるんだな。わかりました。謙信君。監督が言うことを聞かない代表ですか。よく聞いてますよ。よく聞いてる。ああ、え、み。みんなが違うって言ってる。

いいか。はい、はい。しっかり監督が注意するのを覚えておけよ。はい。じゃあここで音楽を聴いてください。お願いします。 えー、山口百恵さんでさよならの向こう側を聞いていただきました。昭和55年の歌だそうです。今から38年前。1955。70、73年か、うん。いや違うな、78年か。はい、うん。合ってるかな。はいわ、うん、かんない。はいえー、っとねずっと皆さんの応援団松崎しげるアットマーク大谷歩美おしさんから。 いろんなたくさんたくさんメッセージが入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっと皆さんのお父さんお母さんに聞いてごらんね。<laughs> 山口百恵ってどんな人だったっ。はい。うん、はい。年は僕らと一緒だから、五十九歳八歳だと思います。えー、っと三浦友和って知ってる？いやいやいや。三浦友和とこの人とこの歌を歌って後、引退して結婚してで。 十何年連続いい夫婦の一番最近サッ,サッカーは三浦知良この人は俳優去年も今年も十何年間ずっと夫婦の,あの理想の夫婦の一番ですねはい皆さんもそうなるようにいい人見つけて結婚してください心理くん心理くん結婚の予定は

ほら、マイクは遅い。ショート、ショートストップ練習してたら、あれほど。はい。シ山ゆ君くん。はい。好きな子いる。いません。あ、そう隣のゆうせくん。はい。好きな子いるか。いません。あ、そうすか。はい。野球一筋。はい。本当か。はい。ちょっと、あれか。唇荒れてるけど、大丈夫か。はい。夜、布団を頭までかぶって寝てる。 いそれともチューのしすぎかあいえお母さんといつもお休みのチューしてる違いますあしてない、はい、あそっか、はい、本当にお母さんとお休みのチューしてる人誰もいないえ優、ー、子 <laughs> お父さんとお休みのチューしてない、はいえしませんおはようのチューはしないあっほんとにやるべきじゃないかみんな。 ああ、したよ。みんな、子供たちと、いつも。やらないのか、君たちや。はい。お家帰ったら、やろうって言ってごらん、お父さんに。お母さんに。嫌です。嫌です。嫌、はあ。お父さんだったらさ、そやりに来るに。ああ、そっか。じゃあ、あお母さんとだったらいい。いやお母さんにさ、さまあ、あの、ちょっと。照れるんだったら、ほっぺたぐらいに。お休みのちゅしてって、お願いしてみた。はい、いいか。 いいかはい今日お願いしなさいよ寝る前に。はい今日学校の給食なんだったかキャプテン心理。えっと何だったカレーとオムレツオムレツカレーとオムレツは白いご飯牛乳。待って待って待ってカレーライスじゃないわけ。カレーとタマカレーとカレーにカレーやってご飯と。 固まった、固まった卵で大根。固まった卵おろし。とも大根のヘズり。なんかよう、カレーライスじゃないんだ。ご飯のようにカレーが乗っかってるんじゃないんだ。別々もう別々でおけてます。そうですか。クラスによるんじゃん。自分で一緒にしてもいいわけ一緒にしてもいいわけ俺もしました。別々の人もいいわけ俺は別々だな。はい、給食毎日全部食べてる人。 手が上がらない次は先生のおかわりすぎてしまうえーっと悠馬くん、はい、何が残す何を残すうん果物と野菜です <laughs> 果物と野菜果物は困ったやつだなマジなあの、うん、もうこれだけは勘弁してくれっていうのは何ですかリゴンああにあれ リンゴでかリンゴともりゆうまくんはい体重何キロですかっっ2個ともりゆうまくんトモリユマはい30キロに満たない体重の理由は何だと思いますかっ食べない

いいです。いやたくさん食べなさい。もう君、野球の練習一週間しなくていいから飯食っとけす大丈夫じゃない君さん、待て。夢、ホームラン、届かんよスタンドまで。君は、何とかパワープロ何とかゲーム野球でホームランとことかあら本当の球場でホームランとあるかないよな。 パワーアップしないといいかはい、はい、えー、っと後ろのうくんはい体重何キロ ?28 ですおっとっとっと優生くんはいあなたは体重は29.5です惜しいなはいこのお茶全部飲めすぐ30キロになるよはいああみんな 51はい心理5 1キロはいー心理目指さんとたくさん食べてはいパワーアップしてくださいはいちょっとちょっとパワー不足じゃないかはい、はい、だんだん40分近くなって姿勢も悪くなってきたし危ないなキャプテンはい大丈夫かはいちょっともう緊張最初は緊張してたけど 緊張がだんだん解けてきたら今度はだらっとしてきたけど大丈夫かなはいはいよしあの優馬くん僕他のチームの人から聞いたけどさ、はい、セノビックって聞いたことあるはい、うん、飲んでる食べてる飲んでます飲んでろよし今日から倍飲めあセノビックってさ聞くけどどんなもんね実際成長サポートする だから、粉かい、はい、粉をやってプロディーに入てるやつあ粉牛乳に特化して飲むわけ、はい、よし、はい、頑張って飲めようあ、はい、その前にご飯たくさん食べなさいはい <laughs>。果物も野菜も好き嫌いしないはいおい、はい、お菓子ばっかり食べるから、ね、おーまあ、ちょっと大きくなって困るよ、はい。本当にや、はい、あ

ショートストップ君も今日このマイクのスポンジをいつ持って帰って洗えよ。い風菌がうようよ,よしてるかもしれないな。<あ>もう何だった？せめてあの熱消毒しないといかんない。今日はこのマイクかはい、よしじゃあ、ここで、えー、スポンサーからのお知らせを聞いてください。お願いします。 はい、えー、今夜のヒッティングチャンス三百三十六試合目は中野町小学校の武蔵のメンバーと一緒にお送りしています、えー、ここで皆さんにメッセージが届きました、えー、と宮島さんから、えー、武蔵かなこんばんはみんな頑張ってね、えー、なんと宮島さん武蔵の一期生ってすごいな始まったばかりそうそうそう。最初の人、うん すごいなあのこっちらあのゴヤの映画館の人だろ。はい,はいはい。ねあのなんだドーナツ。ナツシアター。シアターおすごい出てくるねわかりました宮島さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。はお,<い> <laughs> おあの松崎さんからもずっとメッセージが届いてますありがとうございます。 ありがとうございます。かず、えー、さんから、もう、えー、半袖寒いかということで、メッセージが届いてます。また、ちょっと不規則発言が増えてきました。大丈夫ですか、皆さん。はい、大丈夫ですか。はいはい、では、えー。キャプテン。はい、はい。今、ブロック大会途中ですけど、武蔵はどうですか、今大会。あきました。そうっすか。 6年生1人だから弱いかはいどこに代表はどこに負けた三原ですスコアは6対2だったんですああ分かりましたはいえと5年のキャプテンは誰だったえん龍之介はい5年中学年はどうでしたか負けましたどこに宮崎スラッガーズにスコアは7対0残念 はい4年のキャプテン誰だったはいると君はい、えー、くんはい、はい、低学年はどうでしたか負けましたああどこに北見ファイターズスコアは5対46対46対4まあ低学年が一番接戦だったなそれでも3敗かはいつらいのはい 強くなるかこれからはいもう寝るまま死んで練習してよはい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 特に小学生は勉強もしっかりやってよはい心理くんはいはい強くなるためにお家で何をやってますか素振り素振り一日何回200以上やってますおお毎日毎日毎日土日は外して土日は外してすごいねもしかしてテレビゲームでじゃないかやあ あれでスイング200回とかった本当かスイング200回かっこいいはい毎日スイングしてる人落ちてたまに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 毎日あそっかたまにやる人お全然やらない人正直に OK わかりましたはい 全然お家でバット振らないけどホームラン打ちたい人打てるかなやらないのにああそうかわかりましたはいじゃホームラン打ちたい人オッケーじゃ今日おち帰ったらバット振ってくださいよテレビゲームじゃないよ本当のバットだよいいか来る時持ってきたさすがだね心理や中学校ではどうする 中学校はどこ守りたいですかポジションはやっぱりピッチャーですかはい100キロ出るか沖縄試合で投げたことないあれ沖縄試合じゃないんだコザシンキンスタジアムで、はい、投げたことないや一回投げてあそういえば今度の日曜日か土曜日か日曜日野球教室があるだろうああ分かりません25日ですか25日間ああ<ー>早稲田と慶応とねえ

4番バッターか3番バッターが阪神、ね、にいやドラフトで指名されたんじゃないデじゃないだろう1、うん、0 0キロぐらいかかりそう、井戸、うんしっかり頼むぜ、あなた方も負けないように頑張れよ。はいじゃあ中学校、ちょっともう武蔵では新理はもうあれか、カリしス大会があるか、はい、あと頑張れよ、6年生最後の大会だな、はい、しっかりな。 6年ホームラン打ったことあるホームラン打ったことありますか大会ではありません大会ではないじゃあ今大会次のカリウス大会はぜひともホームラン打てるようにしっかり頑張ってよはいえっと5年のキャプテン龍之介龍之介って名前かっこいいな言われる別に言われないそうかじゃあ自分で言ってあるけん俺の名前かっこいいだろいてはるはっ 矢が、うん、龍之介かっこいいまあ自分で言わなくてもな周りの人がかっこいいって言ってくれるからな、はい、5年生、えー、新チームどんなチームにしたいですか強いチームほんショートストップははいはい <laughs> お前割り込み好きだなああはい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 るいは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 てはい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 ははいはい じゃあ、えー、とショートストップに聞こうねショートストップははいはい5年生どんなチームにしたいですか<俺>新チーム強いチーム強いチームそのためにはどうしたらいいと思う毎日あ練習いっぱいするいっぱい練習するチームで個人でチームチームうんでチームで<ん>チームではい<だ>ショートストップは、はい、じゃあ個人ではバット何回振る 1日100回以上100回以上いったよ自分でいったよやれよはい毎日100回以上だよゲームでじゃないよ本当のバットだよいいかじゃあはい僕と約束してくださいはいお家帰ったら毎日バット振る人はいおお全員上がったねはい よし。じゃあ、パッと聞いていくから、一人一日何回降るか答えてよ。はい、心理。はい。人なし聞いてたかはい。はぁ、あ、じゃないさ。<laughs> 困ったやつだ。もう後ろから行く。言う。はい、はい。何回降るか ?100 回以上です。100回、優勢。はい。はい。100回以上ります。同じ質問。はい、検診。はい。はい。あ、300本ぐらい降りました。お大きく出ましたね。帰り。 400本ぐらいおおもっと大きく出ましたショートストップは <laughs> 1000くらい,あいやわもうここからはちょっとな <laughs> まずはショートはいお前1000引く1はうん9百9 9 9 3は 3> <laughs> 9 3は9九6 9 9 6引く10は <laughs> 9 9百 ほんとかお前1000回振るって言うけどお前1000まで数え切れるかちょっと心配だなはい優吾君は150は150は振ろう OK 分かりました監督に聞くからよああ今日140しか振ってなかった眠ってる間に振れよいいかはい優馬君は いや君、振らなくていい。君、牛乳とご飯あ、君は牛乳とご飯体重3 5キロになるまでにバットは振るの置いとけゃ。はい、はい君ははい。よし、100回。だから100回がいい線じゃないかなと思うけどな、1000回はちょっと厳しいな。龍之介、はい、どうぞ。150回、OK。えいじろう。 300回以上振る。お強気に出たね。心理、キャプテン、みんなの分合わせて3500回。ちょっと無理だね。一人で何回 ?100 回以上。よし、オッケー。みんな100回は振るよ、ザン。えい約束だよ。えい今度会った時にさ、手のひら見せてくれって言うからさ、手のひらに。 指紋が残ってるよじゃあまだまだだ足りなないからな、はい、もし明日俺と会うという日に手のひらがサラサラだったら鉄棒逆上がり30回くらいやれ、はい、すぐすぐ手のひら荒れるよなもうそれしかないバット毎日100回振った人の手は変わってくるぞ楽しみだな、はいはあ、ええええユーゆイいゆう,いゆういじゃないごめんゆうまはいはい君はバットを振らなくていいから何するんだった <laughs> あれ牛乳と。ご飯食べるオッケー。君毎晩何時に眠る。九時十時ぐらい。九時十時ぐらいよし、眠る前に牛乳。いいか。はい。その代わり、寝小便するなよ。ああ、寝小便したから、俺のせいにするなよ。ああ、大丈夫か。しっかりよ。はい。セノビックも飲んでるんだろう。ああ。時々。お母さんが。たまに。オッケー。じゃあ。大きくなるよ。 聞いてるかはい。俺と次会った時にはおるおる大きくなったけよ。ああ、無理です、ね。無理大丈夫高校3年の時に俺抜けよ。なあ、はい、頼むぜ、170センチ。はい、高校1年で抜けよ。期待してるぜ、ともりゆはい。覚えとくからな。はい。はい。しっかりよ。はい、はい。ええー、と、キャプテン、はい、代表して監督に日頃の感謝をお伝えください、どうぞ。 いつも練習とか教えてくれてありがとうございます。おお大きく出たねはい一人でできる<え>一人でできる優勝<え>難しいよなみんなと一緒に頑張らんと、はい、キャプテンがそう言ってるけど大丈夫か、えー、しっかり頼むぜじゃあユーゴはゴ、い、君はお父さんに感謝をお伝えくださいどうぞ。 お父さんと一緒に暮らしてるはい。はい、まあ。お兄ちゃんと一緒に暮らしてないよな。どこの高校かもわからんからな。<laughs> はい、どうぞ。もう時間ないぞい、い。つも父ちゃんありがとうって言ってるあ、言わんと、おい。ユーマユーマ大会の時に誰の車で行くあ、はい、急げよう。もう時間ないぞ。 乗るとき降りるとき、お願いします。ありがとうございます。言ってるかはい。言ってるかはい。ちゃんと言えよはい。はい。みんなもはい。あの、ちゃんと監督に、コーチに、お父さんお母さんに感謝して、はい。野球続けてプロ野球選手になってくださいね。はい。今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。ヒッティングチャンス。この番組はオリジナルプリントショップ高、有限会社や不足工業、エナジックグループ、京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事、チムワザグループ、 ベースボールプロショップ、小名山スポーツ、沖縄タイムス、沖縄市茶壇町販売展開、以上各社の提供でお送りいたしました。どうもありがとうございました。